1>, 1分だから戦国時代独眼流伊達政宗。1567年に現在の山田県米沢城で伊達照宗の嫡男として生まれる。小さい頃から波乱万丈で天然痘にかかって飛び出した目を家臣に切り落とさせたり、母親に毒をもらえて死にかけたり、父親が拉致されて山手犯人者とも鉄砲で殺害したり、奥さんの名前はメゴ姫っていうめっちゃ可愛い名前だったりでもういろいろあったんだ。情報量が多い。 そんな政でも1584年に家督を継いでからまさに破竹の勢いで周辺を制圧していったが1590年に豊臣秀吉の北条家征伐の際に父の代から同盟関係にある北条家か天下人の豊臣家どちらにつくか直線まで悩んでいたらしい。 この時遅れながらも豊臣家を選んだが遅れたことが原因で切腹させられそうになったけど秀吉と一見する際に白装束で現れてその大胆さを気に入られ領地の原平だけで許されるんだその後豊臣の世が終わり徳川幕府になっても長生きして徳川三代将軍家光からは伊達の親父殿と呼ばれるくらい慕われていたんだそんな政宗も,も1636年には帰らぬ人となった去年70歳当時だとかなり長生きだったんだ終わり